グッペ行くぞ。おチェンソールセット、レッツゴー。おちょっと待ってね、俺めっちゃ今時が止まってんじゃないかって思うぐらいそのままだから。いやあれ、ちょっと待って、エビちゃんここにほくろあったっけ。できたとか今今あるよ、今ありますよね。嘘でしょ、今できたじゃん。いやちょっと待って、確認してもらおう。これ今できたんだって。え、何今できたって。嘘でしょ、ここ。え、今できたよ、マジで。え、すごいじゃん、マジで。ほくろができたことが、ほくろの話こんな続くと思ってなかったよ。じゃあフリーになってで変わったことあった。そうだと思う。え、フリーになってで変わったこと、ほくろ。ほくろ、いやいや、もっとあんだろ。だから毎回、実はですね、ここに今回ほくろができました。そんな澄んだ目で見ないで、待ってって。やばい、やばい。はい、ということで、じゃあエビちゃんはさ、そのゴーオンジャの時のちょっと話をさ、まあ、戻してくれる。そう、戻してくれる。そうだよね、その話をするっていうので、話をしたら、あ、忘れてた。そうそう、作り始めて。そう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 、そう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 じゃないんだよ。だから俺とエビちゃんのさ、うん、例えば絡みとかでさ、うん、なんか印象に残ってるシーンある。俺はもう本当に一番最初のエビちゃんが入ってきた、やっぱあの時っていうのは最初敵だったし、トンネルの中、懐かしい、和光だ、和光市のね、うん、はい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 、トンネルの中の最初の、多分ヤスたちが先に撮ってて、うん、で俺の最初のカットも一人だったの、うん、覚えてる。その後からのお昼過ぎ前ぐらいから一緒のシーン撮って、で、かっこよすぎることがあってのみたいなので印象に残ってる。あのね、俺あの時のことでめっちゃ覚えてること言っていい、うん、1話の最初、エビちゃんがあのね、あのトンネルの中で右回転したのか左回転したのかがエビちゃんが分かんなくなっちゃって、ああ、そう、どうしようってすっごい焦ってて、うん、で、あの時ってさ、映像を確認するものが確かなかった、なかった、うん、こう、だから右回りも左回りも確かどっちもやったんだよ。そう、確かに。っていうのをすごく覚えてて、だからエビちゃんが最初めっちゃめっちゃ困ってたの俺見てた。あ、そう、確かに右回転か左回転かってそこでめっちゃ大事だなと思って、俺右回転左回転ちゃんと気をつけようってマジであれで思ったの、うん、そう現場が止まったのよあれで。そう、怖いよね。そうで、松村さんも、お前右か左かくら覚えとけよみたいな感じだったから、やばい怖いと思って、だから俺その後の右回転左回転のミスは多分俺たち一回もないと思う。エビちゃんが怒られてるのめっちゃ見てるから俺たちは。ね、回転で怒られることってどの現場でもないから、ないよね。オーディションの時ってエビちゃんの役って黒岩って名前だったんですよ確か、うん、そう、役が。そうで、もうすでにその時点で面白かったんですよ。いやでもその時俺、うん、当時黒かと赤やったの、うん、そう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 だよ、俺エビちゃんと神話とずっと戦ってたので、それで俺ちょうど赤と黒の間にいた。あ、そうだ、よく黒当てられる、ブラック当てられるメンバー、うん、そう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 、赤っていうところにいて、俺が赤やるときはヤスいない、うん、いない。で、ヤス出てるときに俺は黒だったりする、うん、そう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 。ってことはこれはどっちの方向に行った方が、うん、決まるかをめちゃくちゃ悩みながらやってた。いや、そうなんだ。ヤスがレッドってなった時に、うん、やたらブラック多いなと思ったら、うん、ブラックを取ってって、うん、ちょうどオーディションの時にも、もっと低い声出せますか、低い声出せますかってずっと言われてたの。そうなの、俺そんなこと全然覚えてないな。多分あの個人的に言われたから多分ヤスには言われてないから。そうか、覚えてないと思う。 それは覚えてないと思う。覚えてない、もう個人的に言われてたから、うん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 、低い声してたら、うん、ああもうずっとこれぐらいの声でやってたから、うんうんうん、それをおーおーって下でやってったら、うんうんうん、あだんだんヤス俺ブラック、うん、あ増えた、増えてきた、これはブラックでいく、うん、ブラックを狙った方がいいって。そうだったんだ。それで諦めずに赤を狙ってたら、うん、多分いなかったけど。ああ、そういうことなんだ。だから組み合わせとか見ながら、うん、これはブラックを狙っていった方がいいぞって思って。そうなんだ。もうそんなのあったんだね。めちゃくちゃ考えてた。ええー、
全然そこはもう俺はもう俺一回だけ黒岩出されたんだけど、もう黒岩二度と回ってこなかったからそうだからもう黒岩はないんだなって分かった、うんうん、でまあ俺からするとだから軍兵が入ってきた時っていうのは俺の中ではやばい危機というかもうさ結構序盤に危機だなと思った。なんで第1話で聞きもいやいやめっちゃ面白いからいもう見ててもう絶対面白いもん、うん、始まって第1話で危機を感じた、うん、危機を感じた、うん、50話ある中をどうで生きていこうかいや本当に危機感じたし、しかもこれ多分あんまみんなに言ってないんだけど、うん、俺あの時実は壁蹴りをさ練習しててさ頭から落ちてさ額割ってさ、うん、俺さそれバレたらさ交番になると思ってさ、うん、だから俺首から振り返れなかったからもう肩から振り返ってんじゃん全部うん、そうもう首が動かなかったから、うん、そうだからもうそれも危機よバレないようにだからシーンはしか知らないのこの話へえー、そう知らなかったムチ打ちみたいになって、うん、もう頭からダーッ出て和田氏が血が流れてるみたいなだからそれパテでずっと埋めてここもドゥラーッてそんなことあったあった自分でそれは危機を作ったってことだよそうそう何話ぐらいでその危機は変えなくなってきたのいやもうなんだかんだずっと危機は感じてたよだって兄が出てきた時も危機じゃんそりゃ言ってたそ, そりゃそうじゃん、うん、最初さ、うん、だから2人がさ、うん、なんかの部屋にいるときにさ、うん、見てきて見てきてあったあったあったそうちょっと覗いてきてエビちゃんが覗いてきた確かエビちゃんが偵察に行ったんだよそれでもこんにちはこんにちはって言った違う俺ねあの時事務所の先輩だったのよ兄がああそう元ね、うん、そうっていうのもあってやっぱ緊張するじゃんそうでもなんか兄も優しかったけどね最初からでもなんかさ、うん、やっぱ最初は仮面ライダーキックオッパーのさ、ちょっとクールな感じでさ、うん、ちょっとさ、なんか得体の知らない感じがちょっとあったから怖いみたいなあったからさ、うん、そうだからエビちゃんが結構緩衝材になってくれるというかああでも最初の撮影の時から隣によく座ってたかも、うん、でしょ、うん、そう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 だからみんな最初兄がどんな人か分かんないからエビちゃんっていうフィルターを通してみんな喋ってたからあそうだねキッズさん、うん、そう全部フィルターそう全部エビちゃんを通して喋って喋ってたそうだった気がするあね、メンバー的にはそうだね、うん、もう、イナちゃんも、うすいも高校生だったしねうん、そう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 かかったなって思いながらねあと、シンワくんがね、もうシンワ髪型もいいだんだんイケメンになってそうそうそう、最初昭和な感じすごいね昭和感すごかったのにたよ、ね、一気に変わったじゃんそうあれねあの変化俺見えてるの好きだったああ変わってったね確かにね、うん、あれでもやっぱさ1、2話からだいぶみんな変わったと思うよこれ本当になんか表に出ると、うん、こう変わって垢抜けてく垢抜けてくっていうのを神話で学んだ神話で学んだエビちゃんがさ一番さなんか自分のシーンで覚えてるシーンというかこれきつかったなシーンあるきつかったなっていうのは最初ら辺の回で、うん、爆破の中でバイクに乗ってあったねバイクも、うん、こう後ろに乗ってボンボンボン変身バンって行ってあったあったグリーンとブラックテレビの、うん、あそこの撮影、うん、は初めてだったからバカが、うん、で教えてもらったバカがね、うん、じゃあテストって言って、まあうん、打てないからさ、うん、ボン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 で行きますって言って、うん、両サイドから行きますって言われて、うん、分かりましたうんうん、絶対目つぶんなよって言われて、うんうん、本番始まった瞬間ボンボンボンって言ったら、うん、聞いてない真ん中がボーンって嘘だろうと思ったよ嘘だろうと思ったマジでマジでびっくりしたそんな感じあったっけ、うん、だってボーンボーンボーンって言い方そんな感じだったじゃんそうそうボーン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 って来るからもうそのままガーンって来んだよっていう時だったら最後ボーンって言った瞬間嘘だと思ってマジちょっと見返してみようてたマジえ全然それ気づかなかっただけどちょもうこっちの変身の方に集中取られてるから、うん、多分ね表情あんまり映ってないのえーやそうなんだであとは、うん、こうハントと洞窟の中に行くときに、うん、あ降りてったねあれもその場でなんかちょうど、うん、本人でやるかとかって悩んでて、うん、あれでしょボーリングバンキーの時だっけなんかさ地下でさそう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 、ね、偵察しに行った時でね、うん、はいはいはい危ないから、うん、まあ、エビちゃんじゃなくていいんじゃない、うん、って言われて、うん、だけどちょっと症状が取りたいんだよね、うんうん、って言ったら、うん、分かりましたエビでロープを無言のまま結ばれて、うん、折れろって言われたのマジでちょっとこのつけるやつね、うん、このつけるやつねだから、うん、すいません
ちょっと小さい壁で一回やらせてもらっていいですかって、そんな怖いじゃん。だって4、5回ぐらいのところを怖いよ怖いよ教えてもらっただけだったし、エビちゃんさ、この服にさあのいろいろ仕掛けられてさ自分で爆発するやつだったでしょ。あったあったあった、こうあれ俺やってなくからさ、エビちゃんめっちゃ怖かったんじゃないかなと思ったんだけど、あれ怖くて、うん、しかもあれリナちゃんと並んでやるので、うんうんうん、あーいサードつって走って、うんうん、あーってやられるんだけど、うんうんうん、これ押してんだけど効かなくて、うんうん、リナちゃんだけがポポポポポポってリナちゃんも怖がってたので、加藤さんがあれリナちゃんだけが戻って一回 NG を出して、でも俺のせいじゃないんだよ、うんうん、あ、そうじゃないかな、はいはい、ごめん、マジでごめん、もう一回だけ覚えてるんだ、2回ね、今覚えてるなるほどね、いやあれ結構大変そうだったもんね、も俺もめっちゃドキドキしながら、うん、押しながらの、うんうん、っていうのを覚えてるなるほどね、うん、そうで、あとね、もう一個ね、俺この場を借りてちょっとね、エビちゃんに謝っとかなきゃいけないなっていうのが一個だけあって、あのね、これは一個だけ、うん、そうそう、うん、そう、何個があるか分かんない、あるけど、うん、あるかもしれないけど、俺は、俺の中で一個、一個、そう、まず、あれ覚えてる、あの、レンがお地蔵様の会、はいはい、そう、旅館に泊まったでしょ、うん、そう、あの時のさ、海パン選びの時、エビちゃんさ、ブーメランパンツ履いたの覚えてる？俺、鏡前にそれ1枚だけ置かれてた。あれ、実は最初、たくさん種類があった中で早いもん勝ちみたいな感じだったわけ。あ、そうだったんだ。そう、で、俺は絶対にブーメランパンツを履きたくなかったから、うん、そう、最初にパッて、そう、もう赤の特権を使って、ここまでのここまでのやつを取ってで、一番最後にあったのがブーメランパンツだったの。あ、だから綺麗に置かれてたの。そうそう、だから回ってます。そうそう、エビちゃんとかブーメランパンツ置いてあったでしょ。置いてあった。そう、あれ多分衣装合わせの順番だった気がする。そうだったんだ。そうそうそう、浮き輪もさ、大きいのを伝えてさ、うん、なんか写真撮りますって言ってさ、お、じゃあ浮き輪持ってほーって言ったら、もう、あ、ごめんなさい、全裸になってますって。ごめん、全裸になってますって言われた時の覚えてる。ね、安心してくださいってなってたよね、うん、めちゃくちゃ全裸だから。そう、エビちゃんがね、ブーメランパンツだったのは、あれは俺のせいですよ。あ、みんなが選んでたんだね、うん、そういうことか。そうだね、俺、普通にこれを与えられたんだと思って。違う違う違う、そう、実はそうだ。エビちゃん逆になんかさ、この15年の14年の時を経て、なんか俺にあの時言ってなかったけど今言っときたかったこととかある？ヤスが飲んでたお茶を勝手に飲んだり、うん、いやいや別に知らんかったけど、そうなの、うん、喉乾いてて買うのが大変だと思ったヤスのを飲んで、うん、でそれでヤスがあれ俺のお茶はとか言ったら、うん、あれでもさっき飲んでたよって言ってもらってたっていう。あ、そうだったっけ。会議とかめっちゃ全然覚えてない、あのイベントの時とかは。あ、本当？全然覚えてないな。なんかその時、うん、ヤスハマってたじゃん、なんかあのダイエットお茶とか。ああ、はいはいはい、めっちゃダイエットしてたもんの時、うん、であのお茶とかはもう、あ、クロウロウ茶、ね、ちょっと高めだなと思ったから、うん、やつのやつをもらって一緒にダイエットしながら俺のないって言ったら、はいはいはい、この先飲み切ってたよって言って、うん、新しい飲んで、うん、そうだった全然知らなかった。でもいろんなダイエットしてたよね。いや、してた、してた。え、あのお茶だけ？いや、お茶だけじゃない、バラのダイエットもしてたし、うん、そう、バナナダイエットしてると1日1本って言ったら、いや、1房って言って。いやいや、そうだよ。バナナしか食わないんだから、うん、でも1本とかを、うん、朝昼晩とかで1本1本1本3個、3本かなとか思ってたらさ、うん、1房ってさ、なんかバナナ付きじゃんと思って。これはね、まあまあ、確かに確かに俺は衝撃だったんだ。なんかあの時はバナナだったら全部痩せると思ってた、多分。だからバナナプリンとかも買ってた気がする。めっちゃバナナ食べてたね。でしょ。そう、だからあれは良くないってこと。すごいメディアに動かされてる人って思った。そうそうそう、めちゃくちゃあれは良くない、良くないって思った、あれは、うん、そう、だからシンワに言われた、多分ね、バナナプリンは痩せないよって言われた、うん、そう、だからそこで気づいた、初めて。俺とエビちゃんのシーンの絡みのさ、やつでさ、うん、ちょ、なんかさ、覚えてるやつとかある、うん、で、俺はエビちゃんに言ったセリフとかで、うん、プロとかアマとか関係ないみたいな。 あった、あの、噴水の前だっけ。さあ、いや、腕が重くなってるんだ。そんな顔してねえよ。思ったより、そんな顔してねえよ。思ったより多分ヤスの中ではこうトンってやろうと思ったんだと思うんだけど、うんうん、あまりにも近かったから全部曲がったんだよ。あのあったっけ。あの、そう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 、俺があのエビちゃんがプロにこだわってるシーン、こだわって、うん、ノコギリとか避けて、うん、とかハンとか頑張ってるの、そう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 シーンだよね、うん、あの時の腕だけ覚えてる。
近かったのこいつっていうあ距離感距離感そう俺的にはこうだったんだけどそうそうそうだから近づけてこうだったそれがめちゃくちゃ覚えてるマジでふにゃってなっちゃった、うん、実はね俺とエビちゃんのシーンってあまだあるよ結構序盤にさ、うん、エビちゃんがさ独身術したの覚えてないリナのさ覚えてるあのデートのやつをそう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 ん、あのシーンとか俺とエビちゃんのシーンだったりとかしてあったねそう覚えてるあのあんま覚えてないかあの二人で見て、そう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 、あの遠くから見て、喋ってるのを、そう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 、エビちゃんのしかもその独身術が完璧じゃないから変な方向に行っちゃうっていう、うん、あったあったあった、ね、デートシーン、フルの少年の時、そう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 、ケイスケくんね、うん、ケイスケくんの、後の鳳凰ソルジャーですよ、うん、ね、懐かしいね、あった、覚えてる、うん、あの時とかはなんかエビちゃんが、そう独身術をやったことがもちろんないから、うん、どういう風な感じでやればいいのかっていうのをリハ中にずっと一人でなんか口をパクパクさせながら。なんかやってた気がする、うん、ああメイクさんとかに今なんて言ったでしょうかそう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 いう感じでなんかやってた気がするで俺はその時になんかすごい真面目な人だなっていうかなんかエビちゃんがなんだろう俺入って多分俺はね分かんないから監督とかに教えてもらうタイプなの、うん、絶対でもエビちゃんはリハの時とかに多分いろんな人に聞いたりとかしながら台本を読みながら自分でなんとなくこうやってやったりとかしたでしょあ今スタッフさんの口を読み取ったんだけど、もう時間だよって言ってるいやいや、マスクしてるわ言ってないわ相棒軍兵とかの回とかさうんそうなんかめちゃめちゃさ、緊張してたよ緊張してたうん実際に使ってるスタジオ使わせてもらったりそうそうそうあの回は緊張してた、うん、めっちゃ緊張してたね、うん、なんか普通のドラマっていうか、なんかあの雰囲気が違うから、うんうん、あれはもう勉強したね、あの回で、あの回から吹っ切れたあー、ほんと、うん、あとは、まあ、エビちゃんに今これ聞きたいのが、うん、兄が入ってきた時のエビちゃんっていうか、その軍兵の立ち位置、うん、結構だから、ネタキャラに走ったじゃん、なんか、うん、もうクールとか最初のさ、ああいうニヒルな感じをさ、うんうん、もう捨ててさ、言ったのは、うん、あれは何指示な自分の中でああした台本を見て、5人の時は、うんクール風に書かれてんの、うん、でも7人の時に5人のおばかなゴーンちゃんと2人ってなってたから、うん、その時の書き方と言葉の書き方が軍兵がキャラ寄りになってる、うんうんうん、だからクールじゃなくておばかの方でいいって言われてたから、うん、7人でいる時はおばか、うん、でも5人でいる時はちょっとクールぶっていい書き方があったから、うんうん、そこで分けてたあそうなんだ、だから言われたんですか言われてない言われてないでしょでそれをやっていったら監督とかにこうしていってますけど、うん、とかプロデューサーに言ったら、うん、あ、いいんじゃないってだからその時に、来た時に話したもう兄とかクールなんで、うん、で、僕こうやって分けようと思ってます5人でいる時のホット感であって、うん、で、7人でいる時のとか、うん、だから5人の時、7人の時とか、うん、あとは2人に対しての1人の時っていうので分けたなるほどねそう、だからそれをで、だんだん台本脚本家さんたちもそうしてくれてあ、そうなんだ、うん、ということで本日はありがとうございましたありがとうございました、はいはい、最後は、これで締めていきたいと思いますマッハ全開ゴーンレッド江角壮亮役の古原靖久とダッシュ豪快ゴーンブラック石原軍平役の海老沢健二でしたお送りしましたまたねまたねバイバーイバイバイやっぱり変わんねえないいなこの空間ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーンレッドマッハで行くぜ！またなー！チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。